5月9日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今一番気になる話題は、はい、盛岡冷麺と平壌冷麺はどこが違うんだろうという。盛岡冷麺と平壌冷麺、これねちょっと話長いんですけども、うん、要するに一昨日夜近所のスーパーを歩いていたら、はい、豚肉売り場のところにですね、まあ、レトルトも、まあ、半生だからレトルトまでは言えないですね。自分で麺茹でなきゃいけない冷麺のセットが2食セットでなんか300円とかなんかそんなんで売られていたんです、まあはい、で、ああ夏だな冷麺食べたいなとか思ったんですよ、うん、で思わず買って帰ったんです、はい、それでその冷麺の、パッケージの表紙のところにですね、まあ、完成品のレイアウトの写真が載ってたんですけども、はい、見たらキムチが載っていて、うん、キムチが載っていてキュウリが載っていて、はい、あとゆで卵の半分に切ったやつが載ってたんですよ。だこれだな基本セットはと、うん、それで、キムチは買ったんですね、はい、でゆで卵は作ったんですよ。で残りはキュウリだけなんですが、うん、このキュウリをね買おうかどうしようかしばらくこう腕組みして考えて、はい、買ってくださいよ。1本売りしてたら買おうと思ったんだけど、たまたまそのスーパーでは3本売りしかなくてですね、いやキュウリ3本買っても今週のスケジュールから考えて食べきれずに来週まで行っちゃうと。でそれと私変な思い込みがあって、はい、最近それは間違いだということにようやく気がついたんですが、うん、かなり前の学説みたいなやつで、はい、キュウリは体内でビタミン C を破壊するみたいな記事が昔どっかの新聞に出てたことがあってですね、私それが脳裏にこびりついてて、キュウリというやつはビタミン C を破壊するんだとこうずっと思ってたんです。思い込んでた、うん、でそれからしばらくキュウリは遠ざけていたんでありますが、うんうん、でやっぱキュウリねうまいんですよ。美味しいですし、キュウリうまいんですね、はい、手軽だしね。そうあのピャピャンと割ってですよ、うん、お味噌かなんかつけりゃですね、まあ、それでちょっと私最近塩分まあ多すぎるからちょっとこれ良くないのかなとも思うんですけども、うん、でもキュウリのね新しいやつがポリポリ、これうまいんですね。フレッシュなものだったらお塩だけでちょっと食べるだけでも美味しいもん。その何年か前にもうずいぶん前に読んだ、はいはい、キュウリはビタミン C を破壊する説みたいなやつを読んで、それ以来遠ざけていたんであります、うんはいはい、であんまり自分でもブロッコリーとかねよく買うんですけどす、ね、ブロッコリー大好きでツイッターに上がってますね。ブロッコリー、最近ブロッコリーが高いもんですから、最近はセロリに切り替えたりなんかしておりますけれども、はい、セロリブロッコリーの代替がセロリで効くかどうか問題なんですけども、そうですね、美味しいけどね。その話は一旦置いておいて、はいはい、でキュウリをしばらく遠ざけていたんですが、どうしてもある時キュウリを食べたくなってですね、うんうん、キュウリ食べたいと思って、あの昔読んだビタミン C を破壊する説は嘘じゃないかと思って、うん、もう一遍調べ直したんです、はい、そしたら未だにインターネット上では両説あります、両説ありますが、私の中の結論として、正しいか正しくないかともかくとして、私の勝手ですからね、私の中の結論として大丈夫と、キュウリはビタミン C を破壊しないと、いう結論に私の中で達したもんですから、よしキュウリ解禁だと、はい、で、おとといその冷麺のセットを買った時にはキュウリを買わずに、ゆで卵はあると、うん、家で作ると、でキムチは買わないとないからキムチは買ったと、はい、買ったと、で残りキュウリだけだと思っていたら、今日この局へ来たらそこの丸テーブルに座って新聞を読んでいたら、はい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 、増山さやかさんという方がですねツツツツツツと私の横に寄ってきて、いや怖い、キュウリあげますって言うから、キュウリくれるんですか。そうなんですよ、ちょっとキュウリ3本もらっちゃいましたね。着物のお裾分けということでね、ぜひ味わってもらおうと思って新鮮なキュウリを差し上げたんです。で今日ですね、帰りにキュウリを買うかどうするか、ここに来る途中ずっと考えながら、キュウリ買おうかな、どうしようかな、またあの3本売りだったらやめとこうかな、1本売りだったら、いや1本売りでキュウリ売ってるところを探して帰ろうかとか、などなど思いながら局に来たら、キュウリが3本手に入って、今私のカバンの中にキュウリが3本入ってるんですよ。そうですよ、で決まりました、今晩私はお家に帰ったら、キムチと
キュウリと、それからゆで卵を乗せた冷麺を食べる。これも確定なんですが、美味しそうだわ。あれは盛岡冷麺なのか、平壌冷麺なのか、この二つの食べ物に差異があるのかと。いや、私の感覚で言うとね、盛岡行って盛岡冷麺食べた時の感覚で言うと、いや、これ平壌冷麺と韓国冷麺と変わんないんじゃないのかしらっていうのがイメージだったんですけども。わからないです。そうですか、わかりませんか。うん、ね、いや、それで言うとね、私が今日言いたかったのはそういうことじゃなくて、その。チョコレートも違うんですね。いや、だから、まあ、根本は同じなんですけど、私が言いたかった最大のことはですね、キュウリがビタミン C を破壊する的な、そういう、まあ、俗説なのか何なのか、そういう説みたいなやつが、インターネット上みたいなやつ探すっていくらでもあるじゃないですか。よっぽど注意しないと危ないですよ。何ですか？あ、今、横の鍋ちゃんが、調べてくれました。平壌冷麺はそば粉でできている。盛岡冷麺は小麦粉とでんぷんでできている。へぇー。平壌冷麺がそば粉でできてるんですか？まあ、韓国冷麺と平壌冷麺は同じもんだと思いますが、あれがそば粉は有名ですけど、じゃあ同じそば粉なのに、じゃあなんで日本のそばとあんなに形状と弾力性が違うのかって知りたいですよね。知りたいです。はい、なんでですか？知りません。何でも知ってると思ったら大きな間違いだ。何言ってるんですか。いや、韓国冷麺がそば粉でできてるという話は知ってました。ただ長年の疑問として、どうして日本のそばとあれほど、弾力性その他形状が違うんだろうか、透明感とか違うのがなぜだろうなという疑問はずっと持ちながら、でもどっかでそれは調べてみようというモチベーションに達しなかったんですね。でモチベーションにまで達するとそこで調べてこういうところでご披露するんですが、でもほら何割そばとかでやっていくとどんどん白っぽくなってったりするじゃないですか。その辺の違いなんじゃないですか。そうですか。例えば10割そばなんて 100% そば粉ですよ。でもあれ通常のそばと形状一緒ですけどね。あれ小麦粉入れないとね、要するにつなぎというんですけども、小麦粉入れないとね、もうもろもろになって麺状にならないんですよ。だからそば打ちの達人みたいな人がよっぽど注意深く打たないと10割そばなんかそばにならないんですよ。だから10割そばって言って販売されてて、見事なそばは本当に10割なのかなと思ったりなんかするんですが、それも疑うのもなんだなと思って。で、そば粉の割合によってですね、そばは茹で時間が変わってくるわけです。はいはい、それで立ち食いそば屋のそば粉含有率みたいなやつは、そこでどのくらい茹でてるかっていうので分かるっていう話があってですね、私一時期ストップウォッチ持って立ち食いそば屋行ってそばの茹でてる時間を測ったことがありますけど、いや長ければいいってもんじゃないみたいです。逆だったような気がしますけども、その時の記憶がもう随分前なんでね、結構若い時からそんなこといろいろやってるんですが、ですね、でただそういう知識を得て、こう今回も先週末ベトナム方面に向かったわけですよ。はいはい、いろんなことがありましたね。はい、インターネット上で出回ってる情報というのがいかに嘘かというのを、はいはい、今回の旅行で体験してきたんです。わかりました。というのが、私なんかのインターネット上も含めた常識として、ベトナムという国は日本のパスポートで入国できるけれども、日本のパスポートでビザなしで入国する場合は、今ビザいちいち取らなくても日本のパスポート持ってりゃ、はい、まあ14日以内とか30日以内とか3ヶ月以内とか、ね、国によっていろいろですけれども入れてくれるところあるじゃないですか。はい、ベトナムも日本のパスポートを持っていれば入国できるは知っていたんですが、同時に今結構ネット上で検索するといっぱい出てくると思いますけども、ベトナムはちょっと特殊な状況があって、はい、日本のパスポート持ってると入国できるんだけれども、前回にベトナムを出国してから30日間のインターバルを置かないと、ビザなしの入国ができないっていうのがベトナム旅行の常識としてあったんですよ。で、未だにそれね、ネット上でそういうことを前提にした旅行ブログみたいなやつがいっぱいあるんだけども、今回実際ベトナムに行って嘘だということが分かりました。全然違うんですか？あのね、嘘っていうよりも数年前に、だからそれいろいろ調べたんだけど分かんないんですが、ベトナムの国内法で2019年に変わってるんですが、施行の時期が分からないんですけども、結論としているのは、現状においては、前の日に出国していても翌日入れます。だから30日ルールが撤廃されてるんですけど、ところが、ね、まあ、旅行ブログみたいなもん書いてる人でも直近の情報を更新していないと、だからインターネット上ではもうとにかく30日前回出国してから30日経過してないとベトナムに入れませんっていう記事がいっぱいあるんだけど、今もうこの制約がなくなってるんですよ。で、それ実際行って確認して、ああそうなんだと思ったんですけど、はい、
インターネット上で出回ってる情報というのは結構嘘もたくさんあるなと。よく調べないとね。結論です、はい、正しい知識はこの番組で手に入れてくださいね。まあ、そうですね。そこで何も言い淀むことはないんじゃないですか。そこは自信を持って お伝えしたらどうですか。いや、たまにほら間違えたりしますけど、リスナーさんがしっかりしてますから、はい、そこは素晴らしいところはですね、はい、そうなんです。私が間違えても直後にリスナーさんからクレームが来てですね、構成作家さんがそのクレームを読んで差し入れてくれますから、間違ったことを言った場合はおおむね番組内で時間内で訂正ができるという。大体のことはね、解決しますんで、はい、皆さんのお力で、はい、集合地で成り立っている番組です。ありがとうございます。引き続きご愛顧。キュウリはもうありますから大丈夫です、はい、そうですね、ありがとうございます。じゃあよろしいですか、そろそろ。そろそろメロンの時期。あ、違うか。またそういうこと言うから。そうです、ね、聞いてる方々優しいから、はい、本当に冗談ですよ、冗談ですよ、冗談ですからね、いりませんからね、はい、全くです、はい、では株と為替の値動き。それにあのメロン等は日持ちがしないので送ってきてもらっても私のところへ到達するまでに腐敗してしまうというリスクがかなり高いので。そうそうそう、もったいないですからね。だからもったいないですからやめてください、うん、はいはい、ありがとうございます。じゃあ行きます。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価反発しました。昨日と比べて292円94銭高い 29,242 円82銭で取引を終えました。年初来高値を更新しておよそ1年4ヶ月ぶりの高値となりました。好業績見通しや株主への利益還元拡充の方針を発表した銘柄に買い注文が集まったということです。為替相場は現在1ドル134円85銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。そして4時台にズームする話題はソマリア紛争の現状とテロ組織の活動実態についてです。ソマリアのテロ組織の投降する兵士などの脱過激化と社会復帰支援を行っているという NPO 法人アクセプトインターナショナル代表理事の永井陽介さんにお話を伺います。今日スタジオ生出演です。で、5時台は昨日あの銀座の高級時計店で強盗事件がありましたが、本当に白昼堂々びっくりしましたけれどもね。このニュースにズームしていきます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお届けいたします。番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト。今日のお題は仕事場でキュウリを3本もらった時に聞きたい曲。仕事場でキュウリを3本もらった時に聞きたい曲。今日も難しいですね。で、3本というところからの発想で、おばきゅうの歌はなしにしましょう。おばきゅうの歌はなしですね、はい。選曲の理由も書いて、zoom@1242.com でお待ちしております。この後はズームフラッシュです。日本放送がお送りしています、ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ロシアは対ドイツ戦勝記念日にあたる今日、モスクワの赤の広場で軍事パレードを行い、プーチン大統領が演説する予定です。ロシアは今月3日に隣接するクレムリンが無人機攻撃を受けたと発表しており、厳戒態勢が敷かれる見通しです。自民党の麻生副総裁が11日から韓国を訪れ、ユン・ソンニョル大統領と会談することが分かりました。岸田総理大臣が韓国を訪問し、日韓首脳によるシャトル外交が再開する中、麻生副総理も関係改善の流れを後押しする狙いがあるとみられます。日本、アメリカ、韓国は北朝鮮の弾道ミサイルを探知・追尾する日韓両国のレーダーシステムをアメリカ経由で連結し、ミサイル関連情報を3カ国で即時共有する方針を固めたと読売新聞が報じました。
昨日新型コロナウイルスの感染症法上の分類が5類に引き下げられました。飲食店では仕切りのアクリル板を撤去する動きが相次ぎ、観光地などからは期待の声が上がる一方、遅かったとの不満も出ています。東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、大会組織委員会元理事に2800万円の賄賂を渡したとして、贈賄罪に問われた AOKI ホールディングス前会長の青木拡憲被告を懲役2年6ヶ月、執行猶予4年とした東京地裁の判決が今日確定しました。中国メディアはチャット GPT を悪用して虚偽の情報を生成、インターネット上で拡散させた疑いで、中国甘粛省の警察当局が男を拘束したと伝えました。チャット GPT に関連して中国で容疑者が拘束されるのは初めてです。ドーハで行われている柔道の世界選手権で、男子66キロ級の阿部一二三選手、女子52キロ級の阿部詩選手が揃って2連覇を達成しました。共に2連覇を目指す来年のパリオリンピック代表に大きく前進しました。昨日午後4時前、東京都足立区の東武鉄道西新井駅構内でコーヒーの缶が破裂し、近くにいた20代の女性が怪我をしました。警視庁によりますと、缶を置いたとみられる中国籍の男性は事情聴取に、破裂は故意ではない、勤め先の洗剤を家で使うため缶に入れたなどと説明しています。今のニュース項目に昨日銀座で起きた時計店の強盗事件が入ってないのは、5時台にこれについては詳しくお伝えするということなんで、はい、今このズームフラッシュからは、項目として除外してますが、うん、まあ、非常に大きなニュースなんでね、後ほど詳しくやろうと思います、はい、さて今のニュースラインナップの一番最後なんですが、まあ東武鉄道西新井駅のコーヒー缶破裂事件というか事故というか、はい、大騒ぎになったみたいですね。やっぱり今 G7 前なんで、広島だけじゃなくて東京もこういう警備が非常に厳しくなってるのに、缶が爆発して怪我人が出たっていうんで大騒動になったみたいですが、結論から申し上げると、この、まあ、今確保す身柄が確保されている中国籍の男性が言う通りだと思いますよ。破裂は故意でない、勤め先の洗剤を家で使うために缶に入れたと。で見たらですね、この缶ってやつが、うん、コーヒー缶はコーヒー缶なんですけど、はい、最近ネジ式のキャップができる金属缶ありますでしょ、あれなんですよ。あれなんです。普通のコーヒー缶だったら、うん、中でガスが発生したって上から抜けちゃうから、プルトップだと抜けちゃうから破裂しないじゃないですか。はいはいはい、ところがですね、うん、破裂した缶見てみたら、ネジ式なんですよ、はい。だからその男性は確かに洗剤を入れて運んでたらしいですね。うん、で、どんな洗剤を入れたか、これが問題なんですが、これはね、皆さんありがちなんで気をつけてください。はい、塩素系の洗剤ありますね。はいはい、塩素系の洗剤って、例えば酸みたいな、まあ例えばクエン酸みたいなもんでもそうなんですが、うん、酸みたいなやつと反応すると激烈に反応して塩素ガスがガーッと発生するんです、はいはい、でおそらくこの男性はキャップのできるコーヒー缶の残り缶かなんかに塩素系の洗剤か漂白剤みたいなやつを小分けにして入れてもらって、うん、持って帰ってくる途中に缶の中に残っていた微量の物質とその塩素系の漂白剤みたいな洗剤が、うん、化学反応を起こして缶の中で塩素ガスがグワって発生してパーンっていっちゃったんだろうなと現場の状況から私が結論を出しました。この結論はまだ警察は発表してませんけれども、うんうん、まず間違いないと思いますよ。なるほど。このね、塩素系の漂白剤、その他洗剤の扱いはね、本当に気をつけてください。混ぜるな危険です、ね。まさにそうです、うん。混ぜるな危険って書いてありますけれども、うんうん、塩素系のやつと、酸、まあ、酸の含まれているようなものと一緒にすると、塩素ガスがガーッとって、塩素ガスは有毒ですからね。今回も破裂ですけども、破裂じゃなくたって、そのガスが漏れ出しただけでも、人体には非常に危険なの で、ね、だからまあ混ぜるな危険って書いてあるんですが、うん、まあ、おそらくそういうことが起きたんだろうなと。でおそらく G7 前のこれだけ警戒が厳しくなってる時じゃなければ、うん、なんか缶の中に洗剤入れて破裂しちゃったよって話なんだけども、今このタイミングだから大騒動になって、まあ、結構全国ニュースにもなってますが、はいはい、起きた現象としては
誰でもやってしまいがちな。気をつけないとですね、これはね。そうですね、そうですね。だから、あの、金属の缶だから、これがね、うん、ペットボトルみたいなものだと、なんかそういう薬品系のものを入れると溶けそうな気がして気持ち悪いから、ちょっとペットボトルで運ぶのやめとこうとか思うんだけど、うん、金属製の缶だと、なんか金属製の容器だから大丈夫かと思っちゃうんですよね。で今だから、金属製のコーヒー缶っていうのがありますから、キャップができて便利ですけどね、はい、まあ、こういう目的に使うとこういうことが起きてしまうと。うん、はい、お気をつけください。さて、一気にトップニュースに戻りますが、はい、ロシアの対ドイツ戦勝記念日というのがですね、これが5月9日なんですけれども、あの、ウクライナは旧ソ連時代からずっとですね、対ドイツ戦勝記念日。この旧ソ連の国にとってはやっぱりドイツの侵攻を受けて、ドイツをものすごい犠牲を払って撃退したということで、旧ソ連圏の国々にとってはこの対ドイツ戦勝記念日というのは非常に重要な日で、うん、これが、旧ソ連は、5月9日なんですよ。はい、ところがね、日本での終戦記念日いつですか？7月。ちょっと、アナウンス室長。まあいいです。いきなり聞きましたから、ごめんなさい。8月15日、決まってるじゃないですか。まあまあ、うっかりがありますから、まあいいです。開局記念日です。開局記念日知らんがな、そんなもん。間違えました、すいません。日本の終戦記念日っていうと、8月15日って常識じゃないですか。だけど、アメリカ人に聞くと、第二次大戦終わった日はっていうと、9月2日ってみんな言いますよ。時差があるんですね。アジアの国でも9月3日っていうところが多いんですが、うん、それなんでかというと、9月2日というのは、戦艦ミズーリの上で、日本が降伏文書に署名した日なんです。だこの日をもって、ポツダム宣言を公式書類として受諾したということで、9月2日が対アメリカ第二次世界大戦太平洋戦争終戦の年、終戦の日にちなんですね。で、日本の場合は、で、もう一つね、8月14日っていうのもあるんですよ、アメリカなんか。これはですね、日本は終戦、要するに天皇の玉音放送で、戦争終わりって言ったのが8月15日のラジオ放送ですけども、連合国にですね、ポツダム宣言受諾するって伝えたのが8月14日なんですよ。だから最終的に署名したのは9月2日だけども、はい、ポツダム宣言受諾を連合国に伝えた8月14日っていうところを、まあ、第二次大戦の終戦日としてるところもあるんですが、これはまあアジアにおける戦線なんですが、ヨーロッパ戦線ではドイツが5月7日に、アメリカイギリス連合国に対して、降伏してるんですね。5月7日に降伏をして、翌日5月8日に、イギリスのチャーチル首相が、いや、勝ったっていう演説をしたんで、普通ヨーロッパの国では5月8日が終戦記念日なんです。ところが、歴史的にソ連はですね、5月9日を終戦記念日にしてたんですが、ウクライナが今年から、冗談じゃねえやと、ロシアと一緒に終戦記念日なんか祝えるかよって言うんで、今年から5月の8日1日前倒しで、はい、終戦記念日、まあ、そのぐらいウクライナの人は怒っているという、そういう話です。ズームフラッシュでした。5月9日火曜日、時刻は午後4時まもなく4分になります。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、メールをいただいてるんですが、ほうほう、ラジオネームヨッシーさんから、昨日の銀座の強盗が逃げてしまった際に、銀座8丁目の時計店でロレックス1本ぐらいが盗まれたっていうあれですね。はい、そうそう。はい、で、逃走しているね。で、逃走して捕まった際に、はい、月1レギュラーの三上洋さんが目覚ましテレビのインタビューで一般人としてインタビューされていました。そう、あ、三上さんと思わず言ってしまいました。これ、あ、今それの画面切り取った写真が私の手元にパソコン上で出てきましたけれども、三上さんによく似てますが、目撃者って三上さんですか。三上さん、ちょっと電話して聞いてみようよ。それ、あ、そうですね、ちょっとご自体今日このニュースやるから、もし電話がつながるんだったら一瞬でもちょっと声聞きたいな。目撃の状況ね、はい、どんな状況、一般人でテレビ出た時の気分というやつを。
両方聞いてみよう。それちょっと試しに、聞いてみましょう、はい、もし繋がれば、はい、まあ、ご本人も忙しいと思いますから、繋がらない可能性もありますが、繋がったら5時台に本人に出て、来ていただいて電話でお話を聞こうと、はいはいはい、今そういう企画がスタートしました例えば辛坊さんだったらこういう時どうされるんですか。声かけられてインタビューお願いしますって。やりますね。やりますか嬉しがってやりますね。あ、そうですか。私前ね、うん、テレビ局入って 2年目か3年目の時に、はい、年末に、まあ、東京におけるアメ横みたいなところで黒門市場っていうところがあるんですが、はい、その黒門市場に年末わざわざ行ってですよ、はい、NHK の年末中継のカメラが来てたんで後ろをうろうろうろインタビューしてくれないかと思ってうろうろしたことがあります。思い出しましたけど辛坊さん、豊島園か何かがこう閉園になる時も NHK のカメラに映ろうとしてうろうろしてましたよね。せっかくだからなんかでもね、あれわざと映ろうとすると、うん、絶対ディレクター無視しますね、あれさりげなくしてないと。そうですね、なんか映ってほしそうなオーラを出しながら、うん、テレビカメラの前をうろうろして一生懸命こっちはディレクターと目合わそうとリポーターさんと目合わそうとするんだけど、もうなんかあからさまに視線を避けますね、あの人たちは。察知するわけですよ。こういう人は映しちゃいけないって思うんでしょうね、やっぱね。いや、私逆にリポーターの立場からすると、街頭インタビューって逃げられることが多いんで、まあね、喜んで答えてくれる人ありがたいんですよ、はいはい、だから目線合わせてくれたらそのまま行っちゃうところなのに、うん、なんで俺に目線合わせねえかなっていうことは過去人生において何回かありました。あ、そうですか、はい、まあ、ちょっと三上さんにね連絡を、ね、取っていただいて5時台にご出演。全く別人だったらもっと笑いますねそんなによく似た人がいるんですねみたいな。いや、おそらくこれはねご本人かと思いますが、期待しています。つながるように。さあ、まだまだあなたからのご意見お寄せください。お待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、番組を聞いての感想などをツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。ソマリア紛争の現状とテロ組織の活動実態。長く続く内戦と干ばつによって深刻な状態が続くソマリア。人口のおよそ半数790万人が人道支援を必要としている中、気候変動による異常気象、さらにイスラム過激派組織アルシャハブによる強奪など、政情不安、民族間の緊張、治安の悪化が市民の生活を脅かしています。そんなソマリアの現状とは。さあ、今日はソマリアのテロ組織から投降する兵士などの脱過激化と社会復帰を支援行っております NPO 法人アクセプトインターナショナル代表理事の永井陽介さんにお話を伺います。スタジオ出演です。よろしくお願いいたします。兄ちゃん来たなって感じですよね兄ちゃんってあ、ごめんなさい、今頭カフ上げてなかったんでちょっと冒頭切れたかもしれませんので、もとい、なんか爽やかな兄ちゃんスタジオに来たなっていう感じですよね兄ちゃんだよね。いや、でももう一発の大人になりまして、どっからおっさんかというおっさんの境界みたいなものをね、この間別のところでずっと話をしてたところがあって、まあそれはいいですけれども、今この紛争地で働く私の生き方という、これ小学館ですか、この本が結構話題になってて、日本に帰ってきて本を出版して、今あれですか、メディア露出期間って感じですか。そうですね、日本に戻って結構行ったり来たりなんですけど、日本にいるときはそうですね、メディアにちょこっと。どのくらいのペースで日本にいらっしゃるんですか。でも本当行ったり来たりですね。というのも私このソマリアの現場とプラスイエメン、中東のイエメンの現場も主に担当していて、イエメンの方がいわゆるアラビア半島の、まあ、先っぽの方ですね。先っぽの方ですね。それでソマリアっていうのはそこをレッドシー航海挟んで南側のアフリカの角って言われてる、なんかサイの角みたいなところに出張ってるところですね。そうですね、はい、でその2つあたりでこういう、まあ、テロ組織だとかからの投降兵だとか受刑者の脱過激化と社会復帰支援をやってるので、やはりですね、その組織側からの脅迫だとかがすごく来るので、はい、変な話、足がつかないようにもう最長1ヶ月って形にして、これだけで日本のこうやって露出して大丈夫ですか。日本ならって感じです
日本なら。はい。ただ海外とかですと、うまいことモザイクかけたりだとか、まあ、あとは日本でもその対象者の方々はやはりモザイク必須にして、かけて、うまいこと、なんか、まあ、危機管理というか、はやりつつですね。いや、私もね、この紛争地で働く私の生き方という本は、ざっと読ませてもらったんですが、はい、ありがとうございます。結構やばいことをされてますよね。そうですね。ですよね、いろいろな体験されてますけど。もうシンプルなかなか危険で。簡単に言うと、まあ、現地の過激派組織から逃げたいと思ってる人を逃がして再教育するお仕事という。簡単に言うとそうですね。簡単に言うとそういうことなんだけど、そこまでやっぱり地元との信頼と組織を構築するまでってそんな簡単じゃないわけでしょ。なかなか長かったですね、ここまで。というのも基本的にはやはりミリタリーの領域の仕事なので、はい、特に軍のインテリジェンスだとか、そういうところが担当する。インテリジェンス中だってですね、まあ、この業界の人はみんな当然としてインテリジェンスって言葉使うんですが、まあ、日本語でインテリジェンスっていうとなんかインテリみたいな感じするじゃないですか。英語におけるインテリジェンスはむしろね、スパイみたいな、そうですね、情報を扱う、そういうのにニュアンスは近いですかね。そうです、そうです。ので、はい、それこそ最前線のところだとか、あとはテロ組織 その支配領域ですよね。そのあたりで、まあ、そのホットラインっていう、その投稿したい人がかけて相談ができるフリーダイヤルを我々軍と連携して持っていて、そんなことやってる人たちって世界に他にもいるんですか。まあ、軍ですね、軍系が多いですね。あ、ので彼らやっぱり出てこないので、例えばインターネットで調べても出てこないので、はい、そういう意味ではなかなか本当に、それ日本人がボランティアでやってるって聞いたことねえなっていうレベルなんですけど、でも我々もうボランティアというよりかはしっかり一応プロの NGO として入ってますので、まあ、やはり最初はそういう軍のそういうインテリジェンスのところとかとの交渉がすごく大変でしたけれども、今の組織作るまでにどのくらいかかりました、時間は。でも一番最初学生 NGO で始まっていて、はいはい、私実は大学1年生の時にソマリアという国を知って何とかしなきゃいけないんじゃないかと、それで始まって、それで学生の間それこそボランティアみたいな形でやっていく中で、どうもソマリアのこの問題を解決するためにはやはり終わらないこの武力紛争、特にテロ組織との紛争をやはりなくしていかない限り終わらないんじゃないかと考えまして、そのあたりからかなり本格化していき、私ももう大学卒業してからもずっとこれをやってきて、今も12年が経つような形になります。一番最初始めてから12年。始めてから12年です、ね。始めてから12年。はい、でも12年なんて、まあ、言っちゃなんだけど、あっという間じゃないですか。ベテランすると。ね、はい。だって、今は何年 ?2023 年。23年です、ね。12年前って2011年、はい。ちょうど私、大学入った時で。ああそうか、だからね、時間の流れ方が違うんですよ。そうですよ、辛坊さんとはちょっと、そのぐらい前に俺も確かジブチぐらいは行ったけどなみたいな、行かれたりしちゃいましたね。いやいや、だけどそんな問題意識もなく、なんかあっちいなとしか、だからそこで感じたものがちょっと違ったんじゃないですかね。そうだね、感受性の問題だね。あっちいなって、なんかここ寿司三昧の親父がマグロでなんか、ね、海賊対策やってるらしいぞみたいな話ありましたね。ね、あれどうなったんですかね、あれ。いろいろあり、まあ、でもやはり日本の自衛隊も参画したまさにあの辺りの海賊対策で、もう海賊がクーッと減って、海賊いないんですか。もう今はかなり減りましたね。それこそ私たちの現地人職員の一人が元海賊だったりしてて、あら、まあ、あとはちょうど今日ですね、今日の日本時間、お昼過ぎぐらいに一人新たに現地職員を採用したんですけど、彼は元テロ組織で戦闘員やっていた方 で12年間刑務所の中に入っていて、それで昨日釈放されて、もうずっと支援してきた人だったので、この本の中には実は詳細にこれね、全部読まないと出てこないんですよ。前半3分の2ぐらいからですね、なんでこの永井さんがこんなことを始めたのかっていうところの開口が始まるので、それまでそこまで読まないと、逆にそこまで読むと、あ、なるほどね、結構時間かかったんだろうなっていうのが分かるんだけど、まあ、みんながみんなリスナーさんが本を読むとは限らないので、一言で言って、はい、なんで始めたんですか。一番最初はその大学に入った時がちょうど東日本大震災がやっぱりあった2011年だったので、一番最初は私もがれき撤去に行かせてもらったりなんかしてたんですけれども、はい、まあ、その中でですね、ちょうど2011年初夏
アフリカのソマリアという国が未曾有の大飢饉で、ええ、もう年間で26万人死んでしまうような、はいはい、本当の未曾有な飢饉が起きていて、ええ、そこでその、何でしょう、世界中日本中頑張れ、日本応援するぞって中で、一方ソマリアはもう祈りもしないみたいな。じゃあね、今のあえて永井さんは数字を言わなかったけども、はいはい、あれだけ大騒動になって犠牲者が出た東日本大震災で日本で亡くなった方が数万人レベルで、ところが同じタイミングでソマリアでは桁が一つ多いだけの人が死んでるのに世界がそこに目を向けないのはどういうことだっていう問題意識ですね、っていうのがやっぱりあって、それでその感性がある人とない人の違いですね、それがここのアクリル板を分けて分かるそういうことです。いや確かにね、あの辺の木が大変なことになってるのは私もよく分かったのがですね、よく物語では聞いてたんですけど、うん、ジブチのこう砂漠みたいなところ、土漠みたいなところ走ってたら、バッタの大群が車のフロントガラスにバカ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 バって当たるんですよ。よくあのバッタが大量に飛んで穀物みんな食っちゃうって話あるじゃないですか。ありません、砂漠飛びバッタって、ね、あれびっくりします、ね、あれもすごいです。もうめちゃめちゃでかいので、あんなもんにやられたらそら穀物畑なんかひとたまりもねえよなっていう。そうです、プラスやはりその紛争がずっと続いているってことから、どうしてもあの一帯で大干ばつって起きるんですけど、飢饉ぐらいまで行っちゃうのはどうしてもソマリアがいつもで、その大きい理由はやはり武力紛争があるってことで、だからあの平和ならあの農業政策をしっかりやって、灌溉用水も、ね、うん、ちゃんと引いて、その水の管理もやってみたいなことが要するにできないんだよね。そうですね、どうしても、うん、なのでやはりじゃあ一番死者数、なんていうか死んでいく人々を減らすために必要なのはやはり武力紛争を止めることなんだと、っていうところで、なかなかまあ、とはいえそのいわゆるテロ組織と和平合意を結ぶとかってできないので、じゃあどうそこを縮小していくかってところで、まあ、たどり着いたのが、じわじわ何でしょう、彼らがやめれて武器を置いて若者として復活できる、まあ、場を作っていくんだということで、自発的に投稿をどんどん増やしていこうじゃないかというので、ここ4年ぐらいですね、本当に大人になって4年ぐらいの間でかなりそのあたりの仕事が増えてきて、いやあのね、この本を読んでるとその辺の永井さんの意思の固さというか、うん、はい、目的意識のはっきりしたところとかっていうのが浮き彫りになって、はい、ぜひこれ読んでいただきたいんですが、うんうん、その一方で私みたいに生来へそが曲がってる人間から言わすとですね聞いてみたかったのは、はい、要するに自分がやってることが絶対正しいっていう確信がないとこれは続けられないんですよ、うん、どっかのところでそのテロ組織の側にシンパシーみたいなものをこう芽生えさせて、どっち政府軍とどっちが正しいんだっていうようなことを考え出したらできなくなっちゃいますね、これ。そうですね、なので我々やはりその意味で第三者よそ者っていうのが一つちょっといいなと自分自身感じていて、ある種そのいろんなやはり政治性が高い中で、はい、武力紛争がずっと行われていて、もちろんいわゆるテロ組織側にも一応論理がちゃんとあって、うん、って中でやはり白黒我々は逆に言う立場じゃないと、ええ、だからこそ君が若者、まあ、多くが若者なので若者であると、でもうやめたいだとか、あとはもう強制されて入れられた方も多いので、そういう方々がもうそもそもやりたくないんだと、だしいろいろ考えて結果やめたいってなった時にやめれるんだというその場をしっかり作り、で彼らのそのやめるっていうことと若者として復活していくっていうことを誰かが実現していく、支えてあげる、でそこはもう政治云々関係なしで彼らの人権に寄り添うみたいな。いやだからね、そこが本当に難しいと思うのは、例えば今イエメン、ソマリアって話ありましたね、でイエメンなんか典型なんだけど、そのいわゆるテロ組織っていうか反政府勢力っていうのが後ろにイランがついてるイスラム教のシーア派だったりなんかして、で、ね、で政府側がサウジアラビアがバックについてるイスラム教のスンニ派だったりして、その表面上っていうか、どこが表面なのかも分かんないけれども、その根っこの深いところで宗教上の宗派の対立みたいなやつがあって、あ、ね、そうすると、まあ、例えばイエメンの政府側に立って仕事をするということはイスラム教のスニ派の立場になるわけで、投稿してくるやつがシーア派だ である可能性はかなり高い、ほとんどシーア派の方ですよね、はい、そうしたときに
どうやって説得するんだっていう。からこそやはり第三者のやっぱり価値がそこにあって、我々確かに政府側だとか政府側の軍と連携はするんですけれども、あくまで我々は日本の NGO なんだと、政府ではないと、はい、で私なんならいいのはなんならイスラム教徒でもないと、っていうところをやはりしっかりアピールして、あくまで我々は君たちをその強制するだとか構成するっていう視座ではなくて、一つその同じ人間として君たちがその変わりたいっていうことを支援するためにいるんだとっていう、そのやっぱり立ち位置なんですよね。なのでまさに変な話、逆にたまに言われるのはもう関係ないやつはすっ転んでろと、なんでアジア人がこんなところにいるんだと、お前イスラム教じゃないんだったらイスラムのこの戦いに口を挟むなとかたまに言われるんですけど、実は逆で、関係ないから無邪気に言える質問があったりだとか、関係ないから彼らの重要なとこだけ 見れるようなところがあったりするので。そうだよね。そこで永井さんがイスラム教のスニ派ですっていうことになっちゃったらなるとやっぱりややこしい、ね、そりゃそうですよ、ね、そうなんです。なので逆に本当に無邪気にその問いを出せるというか、イスラム教って一番平和を考えている宗教って僕は学んだけど、そのなんでこんなことになってんだろうだとか、平和を作るために何が君たちが必要なんだろうだとか、そういうちょっと前向きな方にその整えていくというかっていう素地でやはりいろいろ介入をして、で実際に多くの本当に1000人を超える投降兵と逮捕者受刑者たちが巣立っていって、今彼ら戦闘に戻ってないので、まあ、この本読むとね、目の前でね次々人が死んでたりですね、危険人ですね、まさに命がけだなということがよくわかるんですが、活動を始めて通算12年、どうですか、はい、永井さんなりの成果みたいなものは見えてきましたか。でもそうですね、その大人になるにつれて、いかにこの国際的な武力紛争というものが大きなダイナミクスかというか、はい、我々の仕事だけで紛争が解決するとはやはり思えなくて、ただ、まあ、だからこそ同時的に多面的にいろんなアプローチが必要で、その中で我々が何すべきかっていう視座こそが大事なんだなっていうのは本当に大人になるにつれてすごく強くなっていて、そういう意味ではやはりその彼らが辞めることができる場をなんとか作る、紛争のど真ん中でっていうことは胸張って我々がやるべきことだと、多くの人がやれないところでもあるので、でそこからいい循環を作っていくんだっていう、ね、今その NPO 法人のアクセプトインターナショナルっていうのを、はい、運営してらっしゃるわけですが、そうですね、この組織を運営する上において何か困ってることとかあります？いや、せっかくの機会ですから。そうですね、やはりこういう難しい仕事かつこんなバチバチやってる紛争地での仕事なので、いわゆる ODA とかがつかない仕事なんですよね、はい、なので結構日本で NPO 国際系っていうとやっぱり ODA でうまく回してるところが多いんですけど、まあ、要するに政府から金が出るか出ないかって話ですね。ズバリ出ないんです、はい、でだからこそ一般の皆様からのご寄付だったりだとか、っていうのは一つやはり欠かすことがない柱になっていたりするので、そうしたところをもっともっと頑張らなきゃなっていうのは。それ協力したいとしたらどうしたらいいんですか。はですね、私たちアクセプトインターナショナルとホームページありますので、はい、検索していただければご寄付なり、あと参加にもいろんな方法がありますので、そうしたものをしっかり説明させていただいておりますので、ぜひホームページの方を見ていただけたらとっても幸いです。もし聞いてらっしゃる方で、よし、うちは多額の寄付はしたいけれども永井さんの講演をやってほしいみたいな講演もどこにでもあります。いつも、はい、日本いるときよくやってますので。あ、声もいらっしゃるんだ、はい、やってます、ね、やってます、そういうことでね、やっぱりねこの本読むとね、ああ世の中には偉い人がいるな、同じようなソマリアのすぐ横のジブチまで行ってあっちいなとか、もうちょっと海岸線きれいにならねえのかとか思いながら帰ってきたのと偉い違いだな、なんかね目覚めるところがね。いやでもね、この本読むとね、永井さんも元からそんな偉い人だったわけではないらしいよ。なんか俺なんか若い時いい子だったけどね、めちゃめちゃ悪い子だったらしいからね。ちょっとやつなシーンもね、一緒にされてますよね。昔は全然褒められるものじゃなかった。昔は全然、だから今はこうちゃんとしてますけど、だからそうそうそう、今ちゃんとしちゃって人生のバランスですか。人生のバランス常時で合わせですか。で、そうやって紛争地から若者を、まあ、ある意味救い出すみたいな活動は、はい、今で何カ国目になります。今は、まあ、ソマリアとイエメンが分かりやすい大きな紛争地として2つ、はい、プラス、まあ、ケニアとインドネシア、
あそこは紛争地じゃないんですけど。インドネシアもなんかあるんですか、そういうの。刑務所にたくさん、いわゆるテロ組織から、はい、まあ、テロ組織にいて捕まっている方がたくさんいて、ので、その2カ国は刑務所の中でよく仕事なんかしてますね。なるほどね。なるほどね。どうします?これから先。これからはですね、やはりまあこういう現場の仕事をさらに拡大していくとともに、最終的にちょっとここから10年ぐらいかけて一つ国際法というか国際条約を制定していきたいなと思っていて、それ中身はズバリですね、その今そういう武装勢力、テロ組織を含む武装勢力にいる人々が、何でしょう、辞めたいと思った時に、はい、まあ、辞めれるような、はい、その国際的な合意というか、なるほど、いろんなその機運を作っていこうじゃないかと、っていうのが最前線の実務者としてやっていく中でやはり必要だなと感じてですね、なので最前線の本当の仕事に加えてここからはジュネーブやニューヨークといったような最上流でのその政策を作る、条約を作るっていうのもやっていきたいですね。国連事務総長になろう。いや、辛抱さんがなっていただければ。いやいや、そこで。私は。彼通してくださ い, みたいな。同じ場所に行って違うことを考えて帰る。あっちいいなとしか考えない人間ですから。はい、どう、まあ、とりあえず、この永井さんの本を読むところからですね、出発点はね。はい、はい、紛争地で働く私の生き方、小学館から発売中です。やっぱ世の中すごい人いるわ。そうですよ。はい、まあ、と素朴に思いました。はい、ご興味ある方はね、NPO 法人、アクセプトインターナショナル代表理事の永井陽介さんでね、これ確認していただくと寄付の方法なんかも分かるということですので、よろしくお願いします。お体大切に。はい。もう、まあでもあれでしょう、こういう人って、うん、もういつ死んでもいいわ思ってますよね、絶対。まあまあ最悪の事態はやっぱり常に考えてますね。いや、それがないとできないと思うわ、これ。覚悟はね、どこかでね、なさってると思います。私だってね、太平洋団の時にそれあったんですよ。あ、まあ、でも確かそうですよ。でも私人のためじゃないですか。いや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 。そこが違ったということが分かりました、ね、ということで、永井陽介さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。5月9日火曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームをミュージックリクエストをお送りします。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題は、仕事場でキュウリを3本もらった時に聴きたい曲、おばきゅうの歌は除外ということでね、はい、いただきました。まずは川崎市にお住まいの60歳の男性、車とラジオさん。キュウリをもらった時の曲はラブ2000、ひとみさん。これはね、キュウリといえばキュウちゃん、キュウちゃんといえばマラソンの高橋直子さん。で、高橋さんがレース前に聴いていた曲としてね、ものすごい連想ゲーム状態になってますね。でもよくつなげてくださったと思います。それから石川県のイーガイアさん、49歳男性は、テーマがキュウリということなので、キュウリーハニー、高田久美さん。いや、それキューティーハニーです。キュウリーハニー。いや、キュウリーハニーじゃないし。静岡市59歳の3940海さん。辛坊さん、増山さん、こんにちは。キュウリ3本で冷麺を作るわけですから、やっぱ冷麺で恋をして、正滝栄一さんじゃないですかね。え、これはね、ご存知ですか。知らない。大竹栄一さんの A 面で恋をしてのパロディーで、正滝栄一さんという人がいて、冷麺で恋をしてっていう曲があるんですか。そうなんです、知らんかった。それアズマックスさん、ね、この曲で時々昼やってらっしゃる方ですね。ビバリーヒルズ、はいはいはい、になってますけど、ね、はああ、そうなんですか。そうなんです。どんな曲なのそれ。あ、じゃあこれにしますか。まだちょっといくつかご紹介します。他にもありますか。はい、上尾市44歳のとぼし油さん、キュウリさんのドライフラワーお願いします。YouTube ですごい再生数を持っているので、ラジオも聞いてくれるかも。キュウリさんという人がいるんですか。ユウリさんです。知らない。そしてこれがね、一番多かったんですけど、昭島市のユッキーさん、60歳男性の方は、リクエスト曲はドリームスカムトゥルーのサンキュー。これは3本のキュウリ、サンキュー。あー、なるほどね。いい曲ですよ、ね、これ。だんだん遠藤達也さんみたいなことになってますけどね。そうですね。わ、はい、かりました、はい。ちょっと正滝栄一さんも興味がありますけれども。微妙だな、どうしようかな。ズームオンミュージックリクエスト、はい、本日は、ドリームズカムトゥルー、サンキュー。いいですね、久しぶりにね、この曲聴くの。はい、じゃあ、エンディングでお送りしますんでね、お楽しみにお待ちになってください。
さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。銀座の高級時計店で強盗。昨日銀座の高級時計店で覆面をした実行役3人が押し入り、腕時計を奪いました。直後に港区内の建物へ侵入した疑いで現行犯逮捕された男4人は、いずれも横浜市在住の16歳から19歳の高校3年生やアルバイトだったことが分かりました。警視庁は4人が強盗に関与した疑いがあるとみて調べています。リスナーさんから通報がありまして、どうも犯人容疑者が逮捕された現場に IT ジャーナリストの三上さんがいらっしゃって、三上さんが一般人のふりをして、ね、TBS のニュース番組に映り込んでインタビューに答えていたという説があるんですが、はい、本当か嘘か本人に聞いてみようということになりまして、急遽電話がつながってますか。つながりましたか。三上さん、本物です。何やってんですか。すいません、まあ、車を乗り捨てた場所というのがですね、私の仕事場の100メーターぐらい近くなんですよ。そうなんですか。どの辺なんですか、ざっと言うと。赤坂のと乃木坂の間、乃木坂から歩いて5分ぐらいの通り沿いです。いいとこに事務所ありますね。いえ、あの辺実はですね、家賃が安いんですよ。古いマンションが多いってね。あ、そうなんですか。はい、安いです。で、そこで仕事をしてたら、やたらにサイレンが多いし、どうもヘリも周回し始めたので見に行ったら、乗り捨てた車が、まあ、路地に止まっていて。あ、もうその段階でまだあったんですね。まだありました、まだ。あれですね、この車はね、朝方までありました。あ、はい、そうですか。ほい、ほんで。警察関係者も2、30人じゃないですね、もっと多いぐらいで、周りをすごい捜索してる状態。で、そしたらメディアがいっぱい来たんですよ。はあ、で、メディアがいっぱい来たので、私、出たがりなので、地元の人のふりをして、うろうろしてたら、ちょっとお話いいですかって言われて、普通に答えてみました。あえて、IT ジャーナリストの三上を知らんのかとは言わなかったわけですね。はい、そこで IT ジャーナリストというと話が変じゃないですか。なんで IT ジャーナリストが、まあ、IT と関係のない事件現場で話をしているの、まあ、ということになるので、一般人です。あくまでね、はい、近所の住民ということで。あ、そうですか。ということは、その逮捕された4人とは見てないわけですね。見てないです。ただ、その逮捕される瞬間の映像を撮った方には話を聞いたんですけども、ほうほう、4階のもう本当にマンションの手すり、そこに上がって、まあ、そこから逃げようとしてたんですね。なんで そいつらはそこにいたんですかね。その車、止まった車がですね、実は袋小路の雪止まりの路地に入っちゃったんですよ。ああ、そういうことか。で、この路地がですね、 Google マップにも載ってない路地なんですよ。はあ、そのぐらいの路地に入っちゃって、ニッチもサッチも動かない、 U ターンしようと思っても U ターンできなくて、車パコッとぶつけて逃げてます。ああ、そういうことか。逃げてる途中で逃げ損なって、はいはい、行き止まりのところへ入っちゃったタイミングで警察に追われたって感じですね。で、どうも目撃者の方のインタビューはその後に出たんですけども、壁を越えて、奥にあるマンションに行き、マンションを外からよじ登ったんじゃないかっていうふうに言われてます。よくわかりました。いや、三上さん、やっぱりね、今日ご出演していただいた意味はありますよ。野次馬としては頑張ってみました。これは一般人のふりして TBS に出る必然性はありますね、それはね。いや、まあ、ご無事で何よりでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お忙しい中のご出演でどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。いや、今回のしかしね、銀座の8丁目の大通りに面したところの時計屋にバール持って仮面つけてドカドカッと押し入って、はいはい、
逮捕されるに決まってんじゃんこれ、だからね私ね、あの日本大丈夫かっていろんな意味で日本大丈夫かっていうのがネット上でこう飛び交ってるようですが、はい、その治安がどうこうというよりもこの16歳から19歳って言うとそこそこものを考えられる少年ですけどね。だから少年、これがね、変な話で、あの日本民法改正になって18歳で成人したはずなんだけど、はい、少年法だけは、あの、中途半端な改正しか行われなくて、今回、あの、逮捕されたのが16歳から19歳で、19歳が2人いるんですが、少年なんですよ、少年法上は。おかしいでしょ、民法上は青年なのに、ね、このズレはね、この中途半端なあの少年法改正は何だったんだって話なんですが、まあ、一旦この話は置いといて、はい、何がね日本大丈夫かと思ったかというと、はい、16歳から19歳、って言ってそこそこものを考えられる年になってるはずなのに捕まるに決まってんだろこんなもんっていうことの判断ができずに、なんか白昼堂々と仮面つけて宝石屋にバール持って入って捕まるに決まってるだろあんたたちって、それが分かんない、あの若者が育っちゃってるということにね、なんかこの国大丈夫かっていうのはそっちの方向で思いますね私は。でおそらく、もう一人やらせてるやつがいて、そいつが時計の回収係ですよ。で今回あの現行犯で捕まってますけど、現行犯じゃなくたってあの足つきますから必ず、あのロレックス売ろうと思えば、はい、ただ今回おそらくあの例のフィリピンで4人捕まったルフィと同じような事件の構図で、闇バイトみたいなもので若者を集めて、若者たちはもう使い捨て、その場で逮捕されてもいいということで、はい、すぐに盗品を回収して、今回あのさっきのニュースのコーナーで近所で袋に入った30個のロレックスに使ったって、はい、これが全部かどうかわかんないですけど、最初100個盗まれたって話もありましたから、はい、もしかすると盗んで30個は今回収されましたけど、残り持って逃げちゃってるやつがいる可能性はそこそこ高いし、もしかするとこれ30個が全てだったとしても、要するにまああの回収役が逃げ、本当の主犯は捕まってない可能性はそこそこ高いよねと。だからあのルフィの一件でフィリピンでネジローの4人は日本に強制送還されて捕まりましたけども、まだまだいるんだろうなと。で、またそういうところの闇バイトにうかうかと乗っちゃう若者がやっぱ16歳から19歳にもなってても、それ仮面してようがどうしようか、白昼堂々、そんなことしたら捕まるに決まってるだろうという想像力が持てないような若者が育ってるということに関して、この国大丈夫かと。まあね、あまりにね。まあ、正直思いますね。ですよね。だからあのルフィ捕まったから一件落着には全くなってないよねと、はいはい、だってあのルフィ捕まった後も報道がぎゅっと収束されてます、なんかあれで全部解決しちゃったみたいな印象があるんですけど、その後も似たような事件は頻発してて、まあ、ここまであの白昼堂と銀座の通りの真ん中の時計屋行かないんですけども、でも同じような事件は全国で相次いでるので、まあ、引き続きこれ十分な警戒をしてくださいねというあたりで時間が来ました。はい、ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのはユッキーさん、キアヌママさん、ビアさん、ブラックさん、パパさん、ソラヤマちゃんさん、八王子のアイスマンさん、マナさん、スキさん、鈴鹿の父ちゃんさん、ゼック東京さん、砂次郎さん、白いタンポポさん、ユチネさん、秋の布おむつさん、三橋のマイケルさん、北風と太陽でお部屋が儲かるさん、以上15人の皆さんからのリクエストDreams comes true. Thank you. リクエストありがとうございました。スタジオの女子2人がえらい盛り上がりになってありまして。いや、いい曲だよね。あれいや、まあいい曲ですけどね。カラオケでね、昔ね。あ、カラオケで昔。あ、そうですか。そうですよ。それはようござんしたね。本当にありがとうございました。まさかキュウリ3本がこれになるとは思わなかったですけどね。本当ですね。見事な展開。はい、さあ、辛坊さん、ちょっとメールをいただいてるんですが、 ありがとうございます。神奈川県の洗剤屋さんが、洗剤屋さん、あの爆発、缶が爆発したって、ね、コーヒー缶爆発、そうそう、辛坊さんはアルミ缶は次亜塩素で爆発したと言っていますが、洗剤の中に含まれる強アルカリ成分の水酸化ナトリウムがアルミ缶を腐食させて爆発させたのではと考えられます。というこの方、洗剤屋さんがね、なるほどなるほど、まあだから何か、だから、うん、ね、とっ捕まった中国人が言ってるように、何かあの洗剤運んでたら、うん、あの爆発したと、うんうんうん、いうことのメカニズムは間違いないですが、うんうん、中に何が入ってたかちょっとまだこれからなんでしょうけど ね、はい、多分もう分かってるんだろうけど、すぐにニュースに出てこないっていう、そんな状況ですかね、うん、だからまあ基本的に混ぜたら危険のものは混ぜたら危険です。混ぜたら危険です、はい、さあ、この後の日本放送ショーアップナイターは
ハードオフエコスタジアム新潟で行われる DeNA 対巨人戦、解説野村博樹さん、実況松本秀夫アナウンサーでお送りします。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。で、この番組は明日は岸田総理の日韓シャトル外交に関しまして、産経新聞ソウル支局長の桜井典夫さんとお電話つないで伺います。ソウルとですか。はい、そうです。ということでございましてね、皆さん本当に情報ありがとうございます。皆さんと共に作り上げる番組でございます。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と増山さやかでした。皆さん明日もどうぞよろしくお願いします。